今週は6つ目、肩の内外旋の筋肉についてお話していきたいと思います。前回は水平内転と水平外転のお話をしました。今度は水平内転と水平外転をしながら肩の回旋がプラスして行われています。要は水平内転水平外転をしながらピッチャーの場合は内旋する、バッターの場合は両手が内外旋するという動きになります。実は 人間としてそのあった能力があります。皆さん一度、私に合わせて、同じことをやっていただきたいんですが、人は人間としてこう備わった能力があるんですけど、一つ目、一度拍手をしてみてください。おそらくこうされると思うんです。そして、二つ目、スパイクがあって、ハケ、ブラシがあります。このハケを使ってこのスパイクをツヤ出すように磨いてみてください。おそらく皆さんこうされるんじゃないですかね。シャ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 。三つ目、机を、乾いた雑巾でこう艶を出すように磨いてみてください。おそらく。となるのではないでしょうか。四つ目、プロテインの入ったシェーカーを混ぜてみてください。おそらくこうなるんです。ならないでしょう。こうなるんじゃないでしょうか。5つ目、手を伸ばしてバイバイってしてみてください。おそらく誰しもがこうなると思うんですね。6つ目、うちわで自分を仰いでみてください。おそらくこうなると思うんですね。最後7つ目、体温計の温度を下げてください。今は P ですけど、昔の体温計ですね、水銀のある昔の体温計の温度を下げてみてください。おそらくこうするんじゃないでしょうか。要は何が言いたいかというと、人間というのは効率よく指先にスピードを加えようと思ったときに、直線的な運動よりも拍手、机を磨く、ブラシ、この上腕骨を内外内外にひねるようにできているんですね。シェイカーもそうですね。太陽系もこうですね。例えばブラシでスパイクを磨くとき、これ自然ですね。一緒に皆さんもやってくださいね。今でこの状態、これが自然で、自然なのにあえて自然に逆らって直線的にこうやってしまうと、ものすごく力が入るしすぐへばってしまうんです。要はひねることによって、人間はこの骨をひねることによって指先にスピードを効率よく、伝えることができるんですね。だから内にひねる筋肉と外にひねる筋肉、ボールを投げるときも打つときもこの筋肉が重要になっています。投球でいうとですね、まず内旋してます、内にひねってます、そして外旋してます、そしてここで最大外旋になって内旋、肘が伸びていって最後内旋しています。つまり投球は内旋、内旋する、外旋する、腕が残って体がターンして最大外旋して、ここから内旋をしていく。まっすぐボールを切りましょうということはありえないんですね。内にひねる、外にひねる、内にひねるが、この水平内転水平外転上で起きているということです。なので内にひねる、外にひねることをしっかり鍛えましょう。今回の肩内外旋筋群の種目は10種目あります。はい、それでは始めていきます。1つ目の種目、ペットボトルショルダー SSC です。でこのようにペットボトル半分ぐらい水入れたものを使います。この状態で肘を乗せて内外旋を行います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。外旋するときは水は下に残って、止まってから遅れてボンって水は当たる、壁に当たるので、その時に筋肉が少し伸ばされます。これがトレーニングになります。反対も一緒ですね。2つ目の種目はペットボトルの外旋です。横向きに寝転がって脇に厚めのタオルを挟んで、早く上げてゆっくり戻す。1、2、3。3つ目の種目、ペットボトル社外転です。横向きに寝転がって小指を上にします。小指を上にした状態で45度まで上げていってゆっくり下ろしていきます。1、2、3、4、5、
4つ目の種目です。ペットボトル内旋です。横向きに寝転がって上から見て90度ぐらいのところに手を持ってきて肘を曲げます。反対の手でストッパーをかけてこの状態で内旋していきます。1、2、3、4、5、5つ目の種目ペットボトルの外旋です。これは座ってもらって体育座りになって片方の足を落とします。そして肘を乗っけて手のひらを下向けてこの状態から外旋します。1、2、3、4、5。6つ目の種目はチューブを使って内旋します。脇に拳を入れて外から内へ1、2、3。ここが0度としたら外に45度、ここを0度としたら内に45度の計90度内旋します。3、4、5。はい、7つ目の種目です。これもチューブを使った外旋を行います。同じく脇に手を当てて真ん中が0度としたら内60度、真ん中が0度としたらここから外30度の計90度を外旋します。1、2、3、4、5。8つ目はチューブを使った水平外転と外旋です。手のひらを外に向けて肩甲骨をしっかり出した状態から水平外転と外旋。1、2、3、4、5。ここの爪は少し、趣旨が違います。ペットボトルを使ったシャドーピッチングを行います。ペットボトルに水を入れて、今はキャップつけてますけどキャップを取ります。当然このキャップが下向くと水はこぼれます。キャップを取った状態で水をこぼれないようにこれを使って正しい投げ方、内旋外旋を使った正しい投げ方を身につける方法です。これは子どものうちからやると非常に投げ方が良くなるので、私も30年以上このことを子どもたちに伝えさせてもらっています。どうするかというとこういうふうに持ちます。当然今はペットボトルついてますけどこれがなかったら下向いたらこぼれます。でこの状態でテイクバックを立てます。上向いてます。でこの状態で頭から手が離れすぎてると水はこぼれます。こぼれないようにこの内旋した状態から外旋してくるんですが90度じゃなくて少し曲がった状態で手の甲が頭のところ近づいてきます。クロールみたいな、内旋してテイクバックする、ここに来る、上向いてます。でこの状態で体がくるっと外向く。で最後の局面、内旋すると下にこぼれるんですけど、ここでこぼれるんですけど、ここだけは強めに振ることによって遠心力で水は外にあるのでこぼれない。でまたテイクバックする、ということを繰り返すと今鍛えた内にひねることと外にひねることが野球に生きてきます。ぜひともこれは回数とか決まってないのでやってみてください。最後の種目10個目の種目はストレッチで終わりたいと思います。この内旋外旋投球においてですね、この外旋する筋肉ってすごく消耗しやすいんですね。ですから常に可動域を保ちたいのでこのストレッチを行います。横向きに寝転がって上から見て90度、肘も90度、そして力抜きます。その状態で鼻から息吸って口から息吐きながら軽く上から押してやります。心地のいいストレッチ感を感じたところで20秒間止めます。でこの時に指先と床の距離を見ておいてください。20秒間すると1回力抜いてまた鼻から息吸って口から吐きながら反対の手で気持ちのいいところまで押していきます。すると先ほどよりも
指先が床に近づいている。同じくまた20秒間やったとして、力を抜いて鼻から息吸って力吐く、そして押す。このことによってさらに指先が床に近づいていることが分かると思います。これを何回か繰り返していきます。次週7回目は肘、手首、指を鍛えるです。そのことについて説明していきます。今回もご視聴ありがとうございました。